8月29日放送の「午後すま」、私もこれ、まあ、いつも見てるんですが、えー、東国原さんが出ておりまして、まあ、かなり強烈なことをね、言っておりましたね、すでにね、えー、皆さんご存知の方もいるかと思うんですが、あの韓国人の,あのキム・キョンジュさんですね、えー、この東海大学の教授の方ですね。えー この方も一緒に出ていて、まあ、の韓国関連の話題だったわけなんですが、まあ、この時にまに東国原さんがかなり声をあらげて、もう黙れということで、その後もいろいろね、あのこれ文章にしてちょっと書いておきますが、えー、しゃべってたんですね、えー、ちょっとさすがに、まあ、ちょっとこれ、言い過ぎであろうと。 いうことを思っていたんですが、まあ、もう少しね、えー、言葉を選んで、まあ、冷静にね、あのーまあ、言うならいいんですよ。えー、例えば、ね、あなたはちょっともう話が長いので、もう少し要点まとめて、きちんと言ってくれませんかと、まあ、そんな感じで言えばいいんですが、まあ、いきなりこの黙れという感じで、威、ま、圧、あ、的に言ってしまうのは、ちょっとまずかったんではないかなと思うんですよ。 まあ早速ね、これ、ヘイトスピーチじゃないかということで、いろいろ批判されているようです。まあ、ネットでも、ですふ、ねまあ、普段は強烈なコメントであふれるこのヤフーの方でも、まあ、これ、賛否両論がいろいろ分かれているわけですね、えさすがにあれは言い過ぎだろうという意見もあれば、あのまあスカッとするというような意見もあるわけですね。 スカッとするとか、まあ、よく言ったとかっていう声は、ふ、まあ、普段このキム・キョンジュさんがですね、あのまあ、いわゆるこの彼女はこれ、反日的な論客として言われてるわけですね、まあ、本当に反日であるかどうか、これちょっと後でね、あのちょっとまたお伝えしようと思うんですが、まあ、とにかくすべて韓国寄りから物を言っていると。 いう形で、まあ、テレビ見ている方もですね、えー、これ、こんなによく売れたもんだという方もいるかと思うんですが、えー、こういったところから、まあ、東さんもこんな感じでものを言ってしまったんではないかと思うんですね。で、実はですね、あのこのやっぱりテレビの番組っていうのはあの制作上いろいろあるわけですねあの彼女にはね。 あの最初からもう韓国寄りの意見をはっきり述べてもらいたいと韓国から見た立場ですねこれは、まあ、はっきりこれ伝えているはずなんですねで彼女の、ね、発言を聞いてますと、まあ、これは韓国の側から見ればっていう言葉をよく使うんですね、えー、これはやはりそういうことの表れであろうと思うんですよ、えー、彼女の発言はすべて、まあ、韓国からの言葉 したがってあのいわゆるこの日本側の主張といったものをすべて反対する形で出てくるわけですね。すべて韓国用語ということで出てくるわけですが、え本当に彼女がねそういうふうに思っているかどうか、これまたの別の問題なんですね。うん、違う番組で私が見ていたときに、えー、どうも自分はそうは思っていないと。 うん、だけど一応こういう番組のね制作上そういう形で韓国側の立場を取ってものを言っているそういう印象はかなり強く持つことはよくあるんですね。まあ、よくあの目にかかる韓国在日韓国人の方のねあのコメンテーターとしてはまあピョン・ジン氏ですね。 えー、この人は、まあ、どっちつかずという感じのコメントが多いわけですね、まあ、やや64で韓国寄りかなという感じがします。あと、まあ、パク・イルさんですね、まあ、この人も、まあ、あの実はどっちつかずの感じなんですね、あのまあ、かなり、ね、あのネットなんか見ますと、反日という形で出てくることが多いですけれども、コメントを聞いてますとね、これは必ずしもそうでもないと。 それからのリソーテスさんですね、この方はもうに日本側の立場はですね、えー、歴史問題、そういった認識もすべてあのきちんと、まあ、把握されていて、えー、かなり日本側の立場からものをあの言っておりまして、まあ、聞いている方はねあの、納得することも多い、内容のことが多いですね。まあ、この方たちと含めて、このキム・ヨンジュさんですね。 さんですね、えー、これと比べてみますともう彼女の存在っていうのはまた別の意味で際立つんですね。えー、何もかもがこの反日に映るわけですのでテレビの側としてはですね番組制作上は、まあ、これ非常に重宝しているんじゃないかと思うんですよ。やはりここまでね、あのー、ほぼもう100%、えー、韓国の側から物を言うと。 いいいう人が、ね、他にいないですから、えー、それは強烈な印象を残すすすわけですねでねから話題性もかなり出てくるわけですね。まあ、彼女自身はまあ日本と韓国をねかなり行ったり来たりしていたようですが、まあ、最終的にあの東大の大学院に出て、まあ、博士号も持ってるわけですね。で、まあ、い,いろんなところでこのメディアに出まして。 えー、実は韓国ではもう保守派の論客として出演しているんですね。言葉を変えて言うと親日右派という言葉を使う人もいますけれども、ま、あのそういう感じで韓国では出てるんですよ、まあ、意外なことにですね。まあ、しかし日本ではあの日韓問題についてすべても韓国側の立場からものを言うという形で あのーまあ、韓国でしゃべるときとは違ったまあ反日派のですね、まあ、代表格として出てくることが多いわけですね。もう私自身が、ね、見ていて特にこの、えー、キム・キョンジュさんについてはですね、まあ、別に嫌いでもないし、まあ、かっといって特別これ好きでもないわけですね。えー、まああただ、あのー テレビのね、きのうは東小蓬莱さん、こういう形で出てましたけど、その前はあの武田恒也さんが出てたんですね。で、隣にキム・キョニュさんもおりまして、えー、このお二人、意見はもう正反対ですよね。で、番組の中ではそういう形であのいろんな意見が出ておりました、まあ、と正反対の意見が <laughs> いろいろ出てくるわけですね。えー、しかし、これ、CM の最中はですね、 2、まあ、人とも名古屋に分け合い合としても談笑していたということなんですね。それその時に非常に印象的だったのがですねあの例の野球で韓国行ったグループねえ u 1 8ですか日の丸を外していったと。 でこの外していったことについてまた理事の人たちも相談して決めたといろいろ言っておりまして、まあ、なんという愚かな対応をさせたんだろうと思ったんですが案の定、い、ま、ろ、あ、んなところからまあごうごうたる非難が出てきたわけですね。でこの件についてキム・キョンジュさんはですねあの特に何かこうだということではなかったんですがただ独り言のようにポツンとですね日の丸をつけていってほしかったですねと。 まあこんなような意味のことを言っておりました。私はもうはるかにね、この日の丸をつけずに生かせる決断をした立地の人たちですね、あの人たちよりははるかに立派な意見だと思うんですよ。で、これ、あの公式に話すんであれば、こういう形で彼女が言ったかどうかちょっとはっきりわからないんですが、これがまあ本音だということなんですね。 それと最後にですね、まあ、なかなかこれはあの皆さんもびっくりするかもしれませんが、あのケント・ギルバートさんですね、えー、ケント・ギルバートさんは若い頃、日本にやってきてね、クイズ番組なんかにも出たりして、まあ、大変な人気者になったわけですね、カリフォルニア州の,あの弁護士ですね。で えー、彼、そのままずっとこの日本にも住み着いているわけなんですが、まあ、家族ね、ねアメリカにおりましてこのケント・ギルバートさんがですね、あのー、このキム・キョンジさんについてこんなことを言ってるんですよ。えー、彼女と一緒にお酒飲みに行ったことがあるんだけど、えー、彼女は少しお酒が入ると親日になるんだよってこんなことを言っておりましたよ。 皆さんはどのように思いましたかご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。チャンネル登録し